サマティ。はい、メッチチャンネルです。メッチシュプリーム 2024SS ウィーク19のオンライン実況の模様どうぞ。はい、メッチです。はい、メッチです。よし、行こう。いらんけど、俺も狙うわ。狙うんかよ。ひもろこ来たで、本物。やばい、あれやんか。谷村新司とやってた、アリスの人。アリスの人かな、天球とか言うやんか。天球って言うやん。アリスのメンバーの人。チーヤン、ブーヤン、なんやったっけな。あ、ハブリスしてる。ハブリスしてるよ。ハブリスしてるよ。1分前。もうすぐ。行くぞ。行くぞ。A ちゃんじゃない。いや、ベイヤンが天球やへん。行くぞ。でかいムスルもう始まる。もう始まる。ちょっと皆さん静かに。堀内高尾やったっけ、これ。ちょ、くしゃみしていい？くしゃみしていい？ちょっとくしゃみ出そう。ちょっとごめん。くしゃみ出そう。くしゃみ出そう。ごめん。なに？堀内、はぐれ刑事純情派の方。あかんあかん。静かにして。もう始まる。24秒前。24秒前。行くぞ、サッカー行くぞ。準備はいいか？みんないいか？ 15 秒前。15秒前。メッセージすいません。ごめんなさい。静かにする。行くで。もう、9、8、7、6、5、4。ごめん、パソコンな、更新できん、ごめん。1、ドンフライ。来てない。来たけど、遅。なんで、ちょ待ってや。はい、S 寸、カートに入れる。ご注文手続き。私はロボットではありません。階段長い。あ、一歩追求だ。行け。よし。今、待ち中。アクセス集中、待ち中。もう、ちょ待って、これ待ってる間にも、おばあちゃん大丈夫か？ちょっと待って。更新できてないやんか。これ、ちょっと待って。はい、更新丸。はい、来た。まだ俺が狙ってる黒。黒は、SML ある。SML ある。まだある。SML ある。黒、SML ある。ちょっと更新かけとこう。更新丸。はい。更新丸。更新丸して、まだ SML あるな。もう一回更新丸かけよう。ほい。どうや？SML ある。まだある。ちょっと待って、これ。なくなった？マジで？なくなってないやろ、まだ。ちょっと待ってや。更新丸。L になったってこと、もう無理か。売り切れや。これ売り切れやから、ちょっとま、戻って、落ち着け。T シャツ、おばあちゃん。おかんを、これブラックやんな。ブラックやんな。ちょっと待って、ブラックやんな。ブラック。これブラックか、これブラックか。S やな。はい。ご注文手続き。行った。缶が行かれへんねん。全部あんねんね、一応。イエローどうや？全部あんねん。白、全部ある。パープル、全部ある。はい。ブラウン娘、全部ある。モス、全部ある。おかん人気ない。あ、来た。ちょっと待ってよ。落ち着け。ようやく来た。おかん来た。ありがとう、おかん。おかん、ありがとう。行くぞ！おかん、行け！おかん、頑張れ！よっしょー！ようやく、おかん、行けた。よかったー。おかん、行けた。もう、辛い戦いやった。おかん、厳しかったわ。おかん、行けたぞ。行けた、おかん、よかったー。よかったー、これ。おかん、ゲット、おめでとう。やった、おかん。おかん、ゲット、嬉しいわ、これ。おかん、厳しいっていうかな。残ってんねんで。おかん、全残りしてんのに。もう、ちょっと、おかんに打ってくるわ。ちょっと、変えたで、って。な、青かいだぞ。いや、これはな、びっくりした。なんか勢いで言ったけど、青かいだぞ。やっぱ奇跡って起こるもんやな。奇跡起こった。青かいだぞ。シュプリームやったら何でもええわけじゃない。青かいだぞ。
変えましたおかん。変えましたサッカージャージも。すごないこれ。リスいけた。サッカージャージがびっくりした。いや、これな、最初俺サッカージャージの黒にチャレンジしよう思ったんよ。厳しいって分かってるけど、サッカージャージの黒をやって、おかんの、あれ、コルトレーンはまあ残るかなと思ってたから、まずサッカージャージ行こう思ったんよ。ほんならもう全然あかんでな。あかんで、ほんで、おかんの方行ってコルトレーン行ったんやけど、コルトレーンも長い長い、今回長くなかった。もうずーっと待ちの状態でずーっとやっててな。で、無事、コルトレーンは行けたわけよ。行けて。ほんで、その後バーって、まあ、配信しとったら、リス祭りというか、リスがガンガン来たよ、リスが。リスガンガン来たやんか。ほんで、その時サッカージャージも見とったわけよ。で、黒来えへんかなと思って青が来とって、青来てるやん、青もいいよなと思って、青も行ったら、変えたんやろ、これ。いや、これはな、まあ、色は違うけど、もうお目当てのサッカージャージと T シャツ、最後で変えたって感じ。もうすっごい嬉しい。変えて嬉しい。サッカージャージ、やっぱな、やっぱな、薄く見える。あれ気になっててな。どんな感じなんかなと思ってな。それが無事な変えて嬉しい。まあ、色は違うねんけど、青もええやんか。爽やかな感じやな。いや、すっげえ楽しみやな。楽しい。早く来たいもん。で、これま、届くはまだ先になるんやろな、ちょっとな。明日届くかなと思って届かへんやろな、これ。早く来てほしい。あと、ステッカーがな、何入ってくんねんっていうのも楽しみ。ステッカーもめちゃくちゃ楽しみ、ほんま。それもワクワクしてる。皆さんどうやったかな、今回。変えたかな、これ。どうかな。T シャツやっぱな、なんやかん日本売り切れたな、なんかな、いろんなね、リスで拾えたっていう人もおったし、あかんかったっていう人いるけど、比較的買える人多かったんかな、これ。どうかな、まあ、買えた方おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、これな、これ言ってたらもう最後なん、これ。もうそれも寂しいよな、これ多分ウィーク19で今日終わりかな、と思ってんねんけど、ワンチャン奇跡でウィーク20とかあったらな、と思う。もう次セールかな。どうなんかな、セールもわからないな、どうなるんかな、これ。いや、もう一発ぐらいな、単品でドーンと来てほしいんだけど、これ寂しいかもがないかもからな、これ。いや、これはな、最後な、まあ、これが最後と仮定して、ウィーク19が。最後、バッチリ決めれてよかった。ゴール決めれたもんな。サッカージャージ的にゴール決めれたもんな。色違いやけど、ゴール決めれたもんな。もうすっごい嬉しいな、これ。楽しみ。どんなになるんか。サッカージャージはもう楽しいな。ほんま、これもドキドキする。ドキドキするわ、ほんま。T シャツも嬉しいねんけど、サッカージャージがな、おー、まさかまさかでな、ゴールできたっていうのがな、すごく気持ちがよく、シップさん、SS24SS が、綺麗に終わったな、って感じ。だけどな、もう終わるのも寂しいねんけどな、ちょっとな、もうちょっと望み薄いかもわかんけど、ウィーク20あることを願ってる。なんか、サプライズ的になんか来てほしいなと思うな、これ。まあ、そんな感じのメッチでございました。メッチャンでした。はい。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。この 24SS もお疲れ様でした。ありがとうございます。ほんといろいろ。また FW の時に、また多分やると思うんで、また皆さんに会いたいと思います。まあまあ、それまでいろんな配信はしてると思うから、皆さんちょいちょい遊びに来てください。ではでは、ありがとうございました。めちゃめちゃ、セコン！最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。めっち、頑張りますので、よろしくお願いします。めっち、